YouTube の収益全部使ってお買い物。太めの確かに可愛らしい角も即買いしちゃうかもしれない。え、そんなことある？いやいや、まさかの。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがプレス岡さんです。平岡だ。平岡さんだ。プレス岡って潰して平らにしちゃった。なんで平岡ね。そう、プレス岡したのか。あ、プレス岡だ。下の名前なんて言うんですか。シンジ。お前シンジって言うの。いいや、まあまあ寄る。言動。あ、こっち言動か。それ怒り言動やっちゃった。シンジの方か。その息子の方。あ、なるほどね。シンジ一緒に伝説作ってくる。なにそれ。まあ、今日も平岡さんと一緒に、はい、ランバージャックに来ております。ランバーです。はい、バン、世界の中心ランバージャック。でっかい黄色い看板が目印の、そうですね、ランバージャックでございますが、はい、はい、こちらで、まあ、先ほど店内動画撮らせてもらって、ええ、はい、そちらのやつはもうこれより前に動画が上がってると思うんで、はい、ぜひそれも見てほしいんですけども、見てほしいです、ね、ガラリと変わってるんで。変わりましたね、1ヶ月ちょいで。ほんと1ヶ月ちょいでね、うん、そうだから、そこのね移り変わりみたいなのを見てほしいんで、うん、昆虫ショップの再生リストごと見てもらえたら嬉しいなとは思ってるんですが、はい、今日はですね、はい、お買い物をします。お買い物です。 YouTube の収益全部使ってお買い物。うお、マジですか。これすごくないですか。マジ、はい、ただ YouTube のショート動画の収益ですね。あー、なるほど、はい、結構ね、はい、今マジで盛んに盛んに行われてる、まあ僕の不定期、はい、不定期に朝方に連続3本だと投稿されるショート動画、はい、はいはいはい、になるんですけども、それの1ヶ月の収益分お買い物しようかな。うわ、どう、はい、結構気になるね。そうですよね、まあ、ショート動画、まあ、いろいろ言われてはいますけども、その収益にとしては意味ないとか、うん、はいはい、うん、再生が回った、まあだから本当広告用みたいなチャンネルの、うん、幅広い層に見てもらうための広告用だったりとか、はい、っていう風な声はありますけども、そんな中でも収益化されたショート動画で、うん、はい、一体1ヶ月いくら収益が発生しているのか気になります。はい、そこのショート動画の収益で今回は生態を購入するという、なるほど、ことにさせていただきましたんで、2月、1月の途中後半ぐらいからショート動画を盛んに上げるようにしたんですけど、動画の過去動画の、まあ、ちょっと自分で切り抜いたやつとかを上げるようにしたんですけど、はいはいはい、そうだから、はい、クワ株の部屋の収益ってなったら1ヶ月5億なんで、いや多すぎなんですけど、すごいことになってます、はい、そう、それは多すぎですけど、多すぎ、そうだから、まあショート動画ってなってくると、はい、一体いくらなのか、そうね、うん、気になるね。ちょっと確認させてもらいます。確認しましょう。1ヶ月、はい、1ヶ月の収益、1ヶ月間でのショート動画の収益、ね、はい、だから 2月のショート動画の収益、2月のショート動画の収益、はい、これでお買い物できる金額が決まるんで、2月の収益、はい、ショート動画、ショート動画15,445円。おお、意外と、意外とありました。あ、そうなんや、うん、再生数だから、まあ詳しい話はできないんであれですけど、うん、15,000円、15,000円お買い物できるということで、意外と買えるやん、お買い物できることになりました。いや、いいね、はい、いや、良かったです。だから今ね、僕の動画を見てる中で、はい、ショート動画から飛んでこられた方とか、まあね、うん、中にはいらっしゃる、そう、いらっしゃる可能性もあるんで、そういう方のおかげで、今回お買い物できるんで、いや、いや、本当、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり、まあ、ショート動画言ってもね、まあやっぱ再生数の割には低いんで、うん、凝った動画とか、はい、そういうのをするってなると、なんだろう、収益の部分以外の見込みがないと、うん、結構大変な作業だとは思うんで、そうですね、あれですけど、まあそのショート動画から来たんだろうなっていう方とかもやっぱりいるんで、そこで言うとやっぱり視聴者の幅を広げるっていう部分ではショート動画もありかもしれないですね、はい、本編の再生数にはめちゃくちゃ直結するかって言われたらまたあれかもしれないですけど、うんうんうん、だから、まあ、いろんなメリットはあるなっては感じたんで、はい、うん、今後も多分続けてはいくと思うんで、なるほど、うん、ショート動画も気にしてもらいつつ、はい、本編を最優先で今普段見ている方は見てほしいんですけども、ぜひぜひ、はい、ショート動画もなんとなく気にかけてもらえたら嬉しいです、ね、まあ、ショート動画収益としては意味ないみたいな、はい、っていう話もちらほら聞いてはいましたけども、はい、そんな中で1万5000円お買い物できるのはすごいありがたい、はい、いや、いいね、これはありがたいですね。まあ1万5000円、1万5445円、うん、以内でお買い物させてもらおうと思いますんで、やりましょう。早速行きましょう。はい、行った。あ、これ行けないとか。行けないんだよ。
か、行きますか、行きましょう、はい、アルコールもね、平岡さん、はい、しっかりね、しっかり、あー、いいね、いいね、あ、すごい、あ、火が出そうな、いや、ちょっと遊ばないでください、すいません、じゃあ、入っていきましょう、行きましょう、いいですね、いや、いいね、まあ、ちょっと、はい、まあ、店内動画撮ってるんで、はい、ざっくりとにはなるんですけど、そうですね、ざっくり店内回りながら見ていきましょう、行きましょう、うん、くる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 1回転グッと、ありがとうございます、はい、これがクワカブの部屋です、はい、皆さんもね、何かしらのお店に入るときは回りましょう、はい、回ってください、ぜひ、はい、怒られない程度に、はいはい、で、この辻監督を持って、辻監督じゃない、はい、あ、これカゴか、はい、カゴです、そう、辻ちゃんカゴじゃね、ややこしい、もう、そう、派生に派生重ねてるんで、西武の、ね、うん、辻元監督じゃなくて、そうだ、はい、辻ちゃんじゃないと成立しないですもんね、成立しない、これカゴだから、カゴちゃんだから辻ちゃんが、モームスのね、そうですね、このカゴを持ってちょっとお買い物していこうと思うんで、はい、行きましょう、ちょっとじゃあ一回挨拶しますよ、挨拶しておきましょう、はい、多分店長が今いないらしいんですけど、なるほど、あ、おはようございます、あ、おはようございます、お願いします、店長の、はい、中村さん、店長の中村さん、あれ、ヌートバーの可能性ある、ヌートバーなのペッパーミルしてるね、やってますね、いやー、さすが、さすがです、 WBC もしっかりチェックされて、まさかの、ね、ギャルピースの中村と呼ばれてたけども、そうですよ、今日は、あ、今回はちょっと切り込み隊長、切り込み隊長としてやってくれて、本当センター前落ちるかと思うフライ取ってくれてありがとうございます。いや、ヌートバーじゃないよ。そう、なんでそちらの家の感じ違うから。何してんの、マイアミ行けよ。確かに今いるのわけわかんないですから。明日ですから、ね。明日準決勝ですからね。そう、ちょっと今日お買い物をさせてもらおうと思ってるんで、はい、はい、ちょっとまたお話しさせてもらいます。はい、お願いします。はい、いや、ありがたい、いいね、いいですね、すごい、ペッパーミルだ、まずここヘラクレスずらっといるんですけど、ここちょっと手が出なさそうか、そう、金額的にはね、ただ後ろとかちょっとちっちゃい子いるんで、はいはい、あ、待って、これギリいけるじゃん、わぁ、すごい、すごい、すごい、ここの120ミリ台の子たちかな、これ、15,500円とかかな、あ、じゃあもう、ほんと、そう、超ギリ、この子だとすればね、まあ、まだ一発目まだ回るでしょうが、そうですね、秒で終わる、一応チェックしとこう、チェックしときましょう、しっかり、あ、15,445円か、あ、じゃあもう15,400なんで足りますね、はい、すごい、まあまあまあ、うん、ただまあヘラクレスはね、めっちゃいるんで、うち、そうですよね、うん、ここはあれだけども、ヘラクレスも買えるぐらいの収益って考えたらやっぱすごいな、いや、すごいやん、ありがたいね、嬉しいですね、捨てたもんじゃないですね、ショートも、ショートも捨てたもんじゃない、うん、でまあ昆虫ゼリー、まあ昆虫ゼリーとか足りてるので、はいはい、ちょっとね、僕ここは一旦見ときたいっていう、まあ一品だけじゃないやろしな、そうですね、うん、トータルで15,000円分、はい、ショート動画1ヶ月頑張った結果、うん、これぐらい買えるんだよみたいなところをね、しっかり言えたね完璧に言えてました、言えた、はい、誰が何と言おうと、はい、もう気持ちの問題からねっていうところ、まあここね、はい、ここなんですけどね、ももちゃんのね、ももちゃんコーナー、コオロギ生物、おハムスターに良質なタンパク質、これモモンガにもいけますからね、はい、パッケージが可愛すぎるだろ、手で渡せて食べてる姿も見れるから、それをまたショートにしてね、あ、いいですね、永遠か、じゃあ、はい、永遠、まあインスタで上げてるんで、モモのやつは、ね、はい、あ、これ、このチーズもいいんだ、チーズもいいんだ、食べていいよね、うん、あ、ハリネズミなどの昆虫食の小動物、はい、じゃあいいんですね、まあ、雑食っすもんね、多分、あ、そうだね、うん、なんかいろいろ食う、野菜とかも食うし、うん、そう、多少なんか NG みたいなのが調べたらあったんですけど、あんねんね、だいたい食うやん、うん、ああ、砂糖、食塩、砂糖と食塩不要の、おー、生態、生き物に優しいやつ、いい、ね、これ買ってみようかな、お、来ました、おいくらさん、おいくらさんですか、これ、374円さんですね、374円さんです、はい、ということは、今700円ぐらいか、だから14,000円買えますね、あと、はい、14,000円か、14,000円足れるかな、足りるか分かんないけど、生態はね、見てみたいですね、まあそうやね、うん、何を買うのか、そうですね、あ、ここ僕が出してる委託ゾーンで、委託ゾーンです、はい、今日持ってきたんで、ここでもいいんじゃない、いや、ここ0円になるんで、あ、そう、戻しますって言えば0円なんで、それダメか、はい、これ買えるで、
あーすごっ、こんなね大きいサイズの、こういうのでいっかいな、あの、はい、なんていうんですか、クアリウムですか、クアリウム、はい、やってたもんな、やりましたね、あれもそろそろまたやりたいんですけどね、これ大きいやつからしっかりしてるからな、そうですね、これこれも買えるのか、すごいな、ショートを上げたことでそれも買えるの、確かにすごいすごいな、確かにこれちょっとそろそろやりたいけどな、クアリウムね、ごついよ、前ちょっと話戻るんですけど、ここ、うん、棚戻せば0円なんですけど、うん、前ね坂田と撮影来た時かな、視聴者の方、視聴者のお子さんに、そのが欲しい整体買ってあげるっていう動画撮って、で僕のここから委託の子から何匹 2ペアか3ペアぐらいカゴ入れてお会計したんですけど、そう普通に払ったんですけど、今思えば戻しますって言ってあげた方が個人的には優しかったんだな、まあ、確かに体的には僕の体的には、ね、はい、まあまあでもまあそれはちょっと、まあそうなんですよ、わ、うん、かります、それはちょっとやね、まあ、そうなんですよ、わかりますすごい一瞬の間にそれ思ってそこ、うん、その時、まあ確かにな、そう、まあでもまあ、まあでもその喜んだ笑顔っていうのがね、買ってあげるっていうのが、うん、そうなんかそうですね、いいね、うん、だから結果的には間違いじゃなかったんですけど、うん、はい、坂田君も元気かな、会ってないからね、久しく会ってない、俺は坂田もね、もう普通に働き始めてましたからね、そうやね、うん、2年以上会ってないんだよ、ね、あ、もうそんなですか、うん、まあ1回ぐらいね、ご飯行きたいですね、行きたいね、うん、そう、みんなで、坂田いないかな、坂田君はいないよ、いないか、うん、まあでもここ今、たくさんいるんで、助けてくれって多分言ってると思う、いたらちっちゃくされてるから、そう、ここ今日持ってきたんで、また、はい、多分この動画上がってる時には増えてるんで、ヘラクレスとか、ね、はい、はい、そこもぜひよかったらぜひぜひ検討してみてください、お願いします、そうね、まあ、とりあえず4000円分ぐらいね、3800円ぐらいかな、1万3800円ぐらいか、はい、幼虫はね、やっぱ成虫がいいですね、できればね、もし、うん、買うとすれば、はい、あ、ここ、とりあえずカブトムシたち、うん、あー、ギリ無理か、アヌビス、あー、ギリ無理ですね、アヌビスは無理か、アヌビスは今もう産卵セット組んでるとこなんで、産んでくれてたらいいですね、家の子、あ、今いいんだろうね、イグリス、ヘラズのカブト、お、お値段、なんといけますね、12,800円、イギリスヘラズのカブト、ヘラズの系、だ僕ん家だとペヘルケがいるんですけど、はいはいはい、おー、結構可愛らしい、そういう感じなんや、可愛らしい角の、あ、ほんとちょっとだけね、いいっすね、可愛いな、角として働いてる、確かにこれ、ね、どういう役割なんだろう、マジで何その角何だよ、あれなんか、かわいいね、精密機械のリセットボタンを押す用の確かにそこ通すための、うん、あ、かわいいよ、かわいいね、あ、元気、あ、元気ですね、まだ休眠中なのか、いいね、エクアドルの子、うん、まあ、一応手が出る、そうですね、あ、こちらメス、あ、タガメモドキのメス、野外個体、これ野外なのか、まあ野外か、野外です、どうなんだろう、足、え、なんか、あ、メスオスって、どういうメス B、欠損かな、あ、そう、B、D、B、へぇメスだけだったら産卵、野外個体だったらしてくれるかもしれないですね、ね、うん、可能性もあるよ、まあでもショート動画、クワカブの部屋のショート動画でその中の大半を使ってタガメモドキってそう、あとモモね、最初の、うん、いやまあ確かに意味わかんないでしょまああれはあれでかっこいいんですけどね、いや、いいけどね、うん、まあリクガメも、まあさすがに最低価格で、うん、さすがに買えはしないか、そうね、金額的に、うん、あー可愛いね、でもこのだからお気に入りの子を見つけて、うん、この値段で、うん、こうずっと家にいてくれるってやっぱそう考えたらね、なん、うん、かわいいしな、カメめっちゃ見てる時マジかわいいね、うん、だあともう食費だけだからね、そうだよね、うん、家族になってくれるってなったらね全然、そうだね、はい、でこっちさあ最後だから、最後だ、3つ買えますね、本当だ、3ペア分、すごい、3ペア買えます、お、かわいい、かわいい、あ、こんな感じなんだ、細めの顎ね、確かに細めの顎ですね、ちょっと動き的にはちょっとね、コクワガタぐらい動きまくりますね、ワンパク系ね、ワンパク系ヒラタ、オークワ、オークワね、僕はもうね、結構立派な子が多い、
あ、この野外個体からずっと類代してる子、はいはい、これは会話しますね、青森、うん、で地元青森県出身の人とかやっぱ愛着湧くだろうな、殿崎、うん、とか、うん、アップルパンチ、アップルパンチ、はい、ここ来たらなんかデジャブみたいですけど、なんか先月も殿崎あたりから野球の話めっちゃしませんでした、うん、なんかした気するわ、なんかしたな、なんかしましたよね、わからんけど覚えてへんわ、メッセンジャーの話とかなんかした気するんですけど、ラーメンの話したラーメンの話したわ、したよな、うん、怖かった今思い出しちゃった殿崎が悪い、ここが悪いのか、ここが野球の神が、野球の神みたいなのあんのかな、確かになんかこの照明も白球に見えてきたもんな、うん、あーすごい、もう野球の、ああ掴もうとしてる、ああすごいストレート投げようとしてるし、まあ、ちょっと照明あんま直接見ないようにしてください皆さん、ダメです、はい、僕は替えの目ん玉があるからいいんですよ、替えの目ん玉、まあでもここは替えますね、ポペとか、はい、そうです、あ、待ってここは、ここもいけんだ、あ、出た、え、これね、すごいな、そう、そのちょっとね店内動画でさ、うん、見て結構ね、うん、ドタイプなフォルムだった、かっこいいって言ってたもんな、うん、あのここはリエン、これちょっと一回見ないとこ、一旦ね、うん、見たら多分もう即買いしちゃうかもしれない、可能性あるし、まず一旦ね、ここ委託、委託はね意外と掘り出しの定価よりも安く購入できたりとかあるんで、これもすごいわ、はい、おおすごいすごい、リボルバーみたいなリボルバードラゴン、すごい、確かにドラゴン感あれ、これあ、書いてるわちゃんと、はい、コインを3回投げて表だったらモンスター破壊って書いてます、リボルバードラゴンの効果の説明、うん、好きですけども、あの時、はい、ターンエンド、ああ、今説明してターンエンドしたんだ、これ何ですかそんなことよりですよ、そんなことゴルファクラヒゲールっていう、ゴルファ、あのうちで言うとポルテリとか、ポルテリとか、スパサね、スパサかな、あたりですかね、うちはの、まあなんかスパサですかね、どっちかっていうと系統で言うと上の角、胸から生える角が、はい、あの先端の方がちょっとごつい感じのひし形になってるような、はいはい、そういう系の、うん、ガタイの、もうざっくりで言うとガタイのいいスパサみたいな感じの印象、そう、今ちょっと休眠中で見えないんですけど、オス1メス3、すごいな、超爆散セットだ、ね、うわすごい、これ1万1000円、いけちゃうよ、うわ、ポルテリとか、まあやっぱゴルファ系をめっちゃ好きなんで、いや、わかる、あれ可愛いよね、これいいな、うわ、ちょっとめっちゃいるぞ、意外といけるんやな、確かにすごい、これ悩ましいですね、なるほどね、いや、結構いろいろあるね、結構いますね、下とかは、下は幼虫か、幼虫が多いのか、ヘラヘラとか、はいはい、リッキー、リッキー、まあヘラヘラ、お、レイディーだ、レイディーも飼育したいんですよね、僕、ちっちゃいヘラクレスね、ヘラクレスレディ、ちっちゃい可愛らしいヘラクレス、あ、ヒルスもいる、あ、ヒルス、白カブト、これはホンジュラスだね、あ、すごい産地、へえ、類代は分からないのか、 CB って感じかな、エジプトが、あ、花むぐりだ、エジプトが入ってるかと思った、エジプトは入るけども入らないでしょ、どんなサイズか、あれ、孵化したてのピラミッドだったら入るでしょ、ないよ、ピラミッド成長したじゃないからあ、でも結構いるな、幼虫も気になるところはいるけども、やっぱり動画的に成虫を飼うのがね、まあそうですよね、いいですし、まあ、僕自身もやっぱ成虫を飼いたい派なんで、うん、まあ、DDL もとかもいいですけどね、しかしね、これはこうなんですけど、まあ値段的にいけないんでね、いけないですね、かっこいいな、何回見てもかっこいい、いいよな、DDLいいっすね、資格はね、しっかりし、これ強そうやもんな、強そうっすね、グランクアーガーモンの感じやねんな、あーあー、懐かしい、あってこうなってあったな、あ、究極体のね、確かにね、あれアンパンマンとかに出てましたっけ、いや、デジモン、あ、デジモンか、アンパンマン、マガマガシーとかあんま使わんからミスったな、うん、一か八かで言ったんですけど、完全にデジモンね、デジモンいいっすね、うん、てかーー、ね、デジモンの、なんだっけ、最近のやつ、映画の、あの平岡さんと、あ、ラストエボリューション、ラストエボリューション、うん、あれに出てきたあのホルモン屋、高円寺かどっかの、阿佐ヶ谷かな、阿佐ヶ谷かな、阿佐ヶ谷のあそこ行きたいですよね、行ったことあるよね、あるんかい、なんなんマジかよあれ見て行った
最悪じゃん。そう、ヤマタとね、はい、あの太一が、そう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 、あ、まあ行きたい、ひどいよ愛知の帰りね、うん、あの行こうってなったけど、ああそうね、一瞬空いてなくてね、そう空いてなくて、写真だけ撮ったやつ、うん、え、あの時も行ってたんですか。え、もう行ってたよ。行ってたんかい、くそいや、泣いちゃった、ごめん、そんな、あ、いや、欲しい、その目の前に黒土あるから、そっち集めた方がいいよ確かに、すごい綺麗にもう集まったやつあるから、こっち買った方がいい架空の土集めなくて行ってたのか。まあ、いいですね。まあまあ、また行きたい。美味しかった。美味しかったですか。美味しかった、美味しかった。なんかね、蒸し車の帰りとか、うん、空いてたら行きたいですね。確かにね、うん、時間が合えば。何時までやってんだろうな。蒸し車の前に行くパターンでもありか。先にね。ワンチャン。飲めないな。お酒飲めなくなるのか。まあまあまあ。飲みたくなるぞ。そうですね。飲んでたから、あの映画でも、太一さんちも。ああ、そうですね、うん。もう大人になってたからね。あれも良かったですね。いや、めちゃくちゃいいよ、俺は。うん、そう、だからそういうお店もね。うん。はい、あの都内にはあるんで、あ、都内、はい、ぜひナンバージャックの帰りとか観光がてら行ってみてください。行けますからね。そうそうそう、中央線だから、そうそうそう、あのナンバージャックで行けますから。そう、阿佐ヶ谷まで1本で行けるんで、はい、ぜひぜひ。休日は止まんないんで気をつけてください。そうですね、はい、危ない。なんとか成立しましたね。なんとか成立した、繋がったいや、どうしようかな。あ、ちょっとやべ、金額的に足りるかわかんないけど、ちょっとこれはどうしても欲しいから、もしかしたら金額超えちゃったらちょっと魔人にうまいこと いじってもらうかもしれないですけど、それしゃあないよね。はい、ちょっとすいません、これ買おうかな。いい、全然足りる、余裕で全本いっちゃって、はい、これ1本だけ、青だけ、ね、はい、青だけ、この中唯一残った青を、ね、そう選ぶ、青は僕が助けるって決めてるんで350円。そう、350円で、これ針の長さもね、結構ね、物によって短い長いとかあるんで、そう、長いやつが僕は好きなんで、ね、結構長いんで、これにします。買います、はい、さあ今でちょうど1000円ぐらい。今1000円ぐらいです。1100円かな。だからあと1400円ぐらいかな。いや、どんだけ差なの。テーブロでやんすテーブロでやんす。矢部くんの最新版やで最新でもね、また1万3000円ぐらい。1万3000円ぐらい桁が違うだけでもなかったんですよ。全然違う間違えまくってる。いや、悩ましいけども、まあ、マットとかを買うのもありだと思う。え、ありですみたいな。ああ、無理か。金額的には足りない。ああ、やっぱ寝てるね、はい、かわいい。大事やねんな。仲いいですね、うん、まあ、集まってるもんな、いつも、うん、もう今日は疲れたかな。疲れたらしいです。走り回ってた時間あって、夕方ぐらいは来ましたね、うん、疲れちゃったな。え、カルシウムを除去、水を軟水にしてくれる。すごい。まあね、水性の生き物であったりとかね。あ、確かにその軽き抜きみたいな。うん。あ、何これ、これいいじゃん。な、何よ。あ、モモンガとかか、はい、へえ。ここで落ち着いてくれたらいいですね。うん、まあいいお家あるからな。まあいいお家あります。はい、そのインスタに上げてるんで、ぜひ見てほしいですね。本当かわいい。そう、モモのがうちに来た日の時に、うん、新しい家を買ってあげて、はいはい、それを入れたんですけど、誕生日的な、お迎え日的なね、はいはい、1週間ぐらいそこずっと入らず、うん、言ってた、ね、はい、寝床なくなったぐらいの感じで下で寝てたんですけど、最近はようやく入ってくれるように。入ってたね、はい、この間入ってて、あ、よかった、入って、そう、よかったです。落ち着いてる。モモってモモンガですね、袋モモンガ、うちの、はい、誕生日にね。そう、太ももだと思っちゃう人いるかもしれない。そんなことないし、太ももが寝るところとか意味わかんない。いや、まあ、結構悩むけど、生態で言うと、だからあと1万3000円で買えるところでなると、はい、はいはいはい、このリギュリス、さっき見たやつ、ぴったし、今いいぐらいですね、はい、リギュリスか、まあこれ税込みで書いてるからありがたいですね。確かに、うん、ユリス気になってるところで言うと、いや、もうやっぱこうなってくる、ね、まあ、ある王国は、はい、多分これもまあ金額いけますね。いけるか、ギリ、多分ギリや、うん、で、このクラヒゲール、はい、リボルバードラゴン、うん、リボルバードラゴン、クラヒゲール、はい、あたりになるのかな。さあ、どうかな、うん、今候補としては3点ですね。でも、ある王国は
リエン。これね、多分今生で生態ちゃんと見ちゃったら、うん、これに即決しちゃうんで、うん、ちょっと見ないでおこうかな。いや、見た方がいいよ。即決すると欲しいねんから。欲しいの？もうちょっと、もうちょっとちゃんと見ないと、うん、他はね、実はあ、もっといる可能性もあるんだ。あるあるある。結構横とかちゃんと見た方がいいんですよ。あ、確かにね、この縦からだけじゃ分かんないこといっぱいある、ね、そう、後ろのやつ見たりするんでね。大クワガタとかか。あ、ここも幼虫いるんですね。穴がある。細かけあんまやってないもんな俺。確かにね、うん、リンデコフキ。あ、かわしい。リンデコフキ。お、シェンクリングもいる。あ、シェンクリング。シェンクリング、大きいコクワガタと言われるコクワガタ。まあもうコクワガタじゃないです、それは。そう、フォルムがね、はい、似てるってだけで。かっこいい。僕めっちゃ好きなんですよ。そう。あ、メンガタもね。メンガタもいるしね。いっぱいいますね。すごいですね。悩むな。悩ましいところではあるけども。悩ましいよ。あ、ムニスゼッチもいるじゃん。ムニスゼッチ。うちで言うと、グランディスコフキカブゾウか。そっち系統ですね。へ、はいはい、えー。見た目。これでコフキ系だよね。ちっちゃいヘラクレスみたいな。はい、コフいたヘラクレスみたいな感じ。さあ、まあでもここら辺かな。お、でかっ、この奥は。ほんと。85ミリ。大きいね。立派ですね。迫力あるね。横からでも。85と51。もう立派な。立派ですね。いいね。いいな。大クワもすごい多いな。やっぱ人気、また来たんじゃない、うん、まあ、そうですよね、うん。あとはもしかしてヤフオクで出品ができなくなったんで、規制入って。そうか。もう委託に出してる方もいるかもしれない。大クワの規制が入ってるんだから。そうですね、そのヤフオクの規定で出品ダメですみたいな、うん、はい、そのまあ、条件がありますみたいな感じ、うん、あー、でも悩ましい。悩ましいね。あ、まあでも、もうほんと3種類に絞ってますね。だからアローコクワ、そして、クラヒゲール、僕にくれるか。いや、そんなん、そう、平岡にあげる、あげる、なんちゃらールと同じ感じでゴロファクラヒゲール、クラヒゲールと同じ感じで、まあ、まんま一緒だったけど。一緒じゃないわ。と、あとリギリスね。リギリス、リギリスって言いたいっていうのもあるし、名前がね、うん、いいよね。いいですね。そう、かっこいい。なんかかっこいいよね。なんかちょっとムカデっぽいよな、名前が。リギリス、うん、リギリス大ムカデ。そうだよな。気まず3年生と1年生の感じですね。下側だろうね、うん、そうっすね、そうっすね、はい、はい、おっしゃる通りです。今だと思います。悩むね。いやでも、うん、まあ一回見た方がええって。リエ、あ、見ますか。うん、だって一応、だってリュギリスもさ、あ、確かにこれでね見て、そうか、うん、で、もうクラヒゲールは委託で見れないから、うん、まあでもまあ分かってるでしょ、うん、まあそうですね、うん、一応サンメスっていう魅力も分かった上でね、うん、そうね、そうか、まあ見てみるか。見て、見たら意外とそのそうそうそう、リュギリスの方がとか、クラヒゲールにしようかなってなると思うんで。そうだね。ちょっと見とくか。いや、見といた方がいいよ。あ、おはようございます。お疲れ様です。店長さんです。店長です。はい、お食事、お食事終わられたんですか。2時間ばかりちょっと。おお、すごい。え、牛とか食べてました。1頭丸ごと1頭。2時間。じゃあ何を。夜はじっくりと食べないといけない。おお、ああすごい。何食べられたんですか。今日はもうカレーです。おお、いいですね。カレー食べてきたわ。カレーいいな。ああいいな。俺ヒラメにしようかな。なんでカレーじゃない。あ、魚の方でね。いや、カレーです、今日から。ああ、すいません。優しくて、優しい、優しすぎて。こっち向いてる時、そんな手噛んでこぶしてる。マジヘラクレスパンチ。ヘラクレスパンチって言うんだ。ってやるやつ。そうやること。何買ってんすか。あ、今まだ見られたくないんだ、これ。はい、結構買って。はい、あこんなストレートに。全然優しくなかったです。圧力がうめえわ。少なくないですかっていう店長、はい、生態を買おうかなと思ってるんですけど、はい、ちなみに店長おすすめのとかいます。あ、確かに。おすすめですか、はい、店長のおすすめ、うん、おすすめはね、今生態見てると見せかけて値段しか見てないですか。頭の中でね。あ、おえ、一押しの。あ、一押し。いやなに、これだけは触れてなかったのに出ました。うわぁ、ゴキブリだ。サースレイサバ砂漠ゴキブリ。砂漠え、どんなやつですか。
います？これはね、幼虫なんで、ね、めちゃめちゃちっちゃいけど、ああこうやつ、あ これくらいの、あこれはちょっと写真のついで赤っぽく見えるだけで、はいはい、黒系です、うん、黒系の、あでも4センチぐらいちょっとデュビア系な、薩摩ゴキブリみたいなホルムか、あ、まあ、デュビア系か、うん、確かにあの、なんていうの、なんかあれですね、メスだけで食えます、単生生殖の、いや、これも、まあ、もう飼育員、あメスだけでも増えるんですね、じゃあ、5匹いる入ってるから、はい、2年後には、いや、いいんじゃない、マジ砂漠ゴキブリ帝国行きます、全部飲むからね、嫌だ嫌だな、好きな人の場所に行ってほしいですね、お値段じゃなく、確かにゴキブリを勧めてきました、ね、精神的に僕が、はい、苦手なのを知った上で意地悪してきた、確かに、でもなんか初めて見るな、自分のスミムシ、あ、そうなんですか、結構ゴキブリも飼われてるんですか、最近またちょっとね、久々に、うわ、すごいな、3種類ぐらいいたもんね、確かに、エウブラベルス、いやいや、キスしてるやん、いやいや、もうわけわからない、やめてください、いや、マジで元カノの話やめてください、マジでしてるで、エウブラベルスと、いや、覚えてますよ、あのサイコロのやつしてるか、昆虫ハウス、確かにここカブトムシゾーンだけど今ちょっと珍しい子たちもいっぱいいるから、そうだね、うん、ちょっとタガメモドキ、ああ見ましたね、うん、タガメモドキ、そうタガメモドキもすごい、メスだけ、これ野外個体みたいな、これ野外個体、じゃあ産む可能性もある、確かにあるけどオスがいないからちょっとなかなか世話しないから、ああ、ね、そうなんや、オスが世話するんですね、これ基本的に、ね、タガメモドキって言ってるけど、はい、要はコウイムシ、おお、コウイムシもやっぱオスがお世話するみたいな、オスの背中に、あ、そう、あ、そういうことか、なるほどなるほど、あれそうかそうか、そうか、なるほど、じゃあオスもいないとじゃあダメなんやね、そうだ、そのブリードするってなる、ああ面白いな、これだったら全部買えば買いになるかもしれない、はい、これは、あ、これがコウイムシだ、これもコウイムシだけどちょっとちっちゃくてね、オスメスよくわかんないから、あ、これなんかタニシみたいなの入ってる、これ餌、あ、これ餌なんだ、店内動画でね、そうそうそう、なんかタニシ入って、タニシも間違えて入って成長したとか言ってと思ったらちゃんと一匹ずついたから、やっぱ餌だよね、あ、すごいわ、へー、4ついればもしかしたらペイになるかもしれない、あー、ほんとオスメスが分かんないから全然クワカブは進めてこない、そうなんですよ、あー、でもありがとうございます、もうちょっとしたらバンバン進めるね、あ、そうですね、また生態いろいろ入ってきたら、確かに、ああでもなんかね、ああまあね、確かに見れてなかった場所だからよかったです、ちゃんと説明してくれて、ね、確かに知識もまたついた、そうだそうだ、タガメモドキ、コウイムシとかやっぱ浮かんで見ましたね、卵がいっぱい背中についてるやつ、それでなんか、うん、思い出したね、ちょっとその写真を、そうか、まあでもそうか、店長のおすすめだから値段じゃなく珍しい、うん、こう、そうね、自分は好きな部分、そうですね、店長が好きな部分の、うん、生態たちを見せてくれました、ね、近づけた感じしたね、かなり、ああ、店長に確かになんかちょっと入り込みましたね、一瞬一瞬、うん、あ、餌入れました、今ました、ね、お、どうだ、食うかな、タガメモドキ、お、ちょっと見たいね、あの、やっぱこの進んでる感じというか、お、さあ、めちゃくちゃ舐められてる、舐められてるな完全舐められてる、あ、もうそうか、陸地に上がんないとってなるのか、じゃあこれはもう食べて、今、キーマー切れたやつ、あ、はい、お、お、あ、あ、すごいすごい、吸ってるわ、あ、めっちゃ吸ってる、吸ってますか、でかっ、これ、おー、おー、吸ってるね、うわー、あ、すごいな、はー、すごい、やっぱテンション上がるな、確かにかっこいいですね、 ありがとうございます、ありがとうございます、お買い上げありがとうございます、いや、違う違う、触れたもの全部買うじゃないんで、今日、はい、違います、めちゃくちゃ怖いよ、危なかったですね、平岡さん、危な、こんな手口あるこれがね、ちゃんとしたお店ですからね、そうやね普段はそんなことないんで、そんなことない、はい、いい店長、はい、下げるのは僕にだけなんで、はい、そうですね、はい、こう一心に背負いますから、はい、そうですね、はい、いろんな話を僕にふっかけてはくれますけど、はい、基本はいい人なんで、いい人ですか、はい、いや、ちょっともうこれ決めらんないな、そう、ね、一旦さっき結局見れなかったから、アローコクは見てみましょうか、見ますか、リエン、リエンを、お、オメガ高い、お、オメガ高いをいただきました、いただきました、これせっかくなんで店長開けてもらっていいですか、リエン、リエン、この今月入った子ですよね、多分、
いや、ね、今月2月の末じゃなかったかな。ちょうど入れてない時期に前はいなかった、ね。やっぱアローコクワとは何が違うんですか、特徴みたいな。どこのアロー、あ、種類、タイの、はい。まあ、基本的にもともとはベトナムの昔来たマグダレンとか呼ばれてたやつだよね。あ、はいはい。まあ、大きさとあと上肢の色合いとか、この色合いもやっぱ特徴なんですね、うん。あと顎のやっぱなんかちょっとスラッとした、はい、長いですね、うん、やっぱそういう感じやな、ね。これはこれで68でしょ、これ70超えてくるから、あ、だいぶかっこいいもん。タイのやつだったらね、70になったらもう、はいはい、相当で、相当でかいから、ね、そうですよね、うん。でやっぱタイのやつの方がちょっとずんぐり感あるというか、うん、やっぱシュッとして、うん、で色味もね、スタイルがめっちゃいい、かっこいいですね。68と思えない、もうちょい大きく感じるスタイルですよ、ね、こうスッとしてるから、うん、高く見えるよね。顎長いしね。そうですね、顎が長い、かっこいいわ。やっぱ見たらやっぱかっこいいってなったか。かっこいいっすね。いいよな、アローコクワいいんじゃない、うん。アローコクワにしようかな。おう、やっぱまあもう、うん、手応え的にそうやったもん。バレてました、店内動画見た時、めっちゃかっこいいわってなった。そうっすよね、うん、俺なんか店内入る前から分かってたね。すいません、うん、決まってました。もう君に決めたら終わってたもんな。そう、終わってました、はい。ただ他にも魅力的な子はいたんで、ちょっと悩みはしたけど、変わる可能性もあったから、うん、そうですね。あと何で悩んでるんですか。あ、これだけです。もうこれ以上は目合わせなかったね、今、はい、目合わせたらもうやっぱ野生動物って目合わせると危険なんで。危なかったね、はい。食われるとか遠慮しない方がいいと思います。今日決まってるんですよ、制限のお買い物で。また別の時にね、はい、そうですね、また店内にあるもの全部買ってみたらまたやらせるんで。やんないんで。ありがとうございます。やるわけないんで。抱えきれないし。タイミング見てパンパンになって来るって言ったらプレッシャーえぐいっすよ。なんか異様に増えてんだけどってなって。この中からじゃあどうしようかな。ちょっとせっかくなら、はい、ね、店長と一緒に決めたいですね。あ、確かにね、まあ、アロコクワ、リエンも、まあ、4ペアいるし、金額的には足りるから。そうですね、はい、足りますね。ちょっと4匹一緒に 見定めてもらってもいいですか。そうですね、一応カウンターに。あ、ありがとうございます。あ、懐かしい、この感じはなんかあんまりないから。おお、これはサイズ感は一緒ぐらいか。でもやっぱオスはやっぱちょっとオレンジっぽさが入るんですね。Sはやっぱ赤みあるけど。そうね、この色のイメージなんですよね。こっちは明るいよね、はい、オスは。でっかい、長いわ。うん、長いよな。どうでもいい。サイズはみんな68と7と、まあ、そんなに、うん、サイズ感はそんなに変わんないです、ね、だから65以上みたいな状態ですかね、うん、だかこれがちょっと A マイナーだけど、はい、70いってるんですか。どこが欠損、麻痺気味か、ね、麻痺なのか、施設が右前足、後ろ、ここか、あ、前足か、あー、はいはいはい。やっぱ70ってなるとまた変わります。あ、でもやっぱ、まあ、サイズが、まあ、うん、まあ2ミリやっぱ違ってくるからね、このサイズで、うん、そうですね、やっぱ、あ、やっぱでかいな、でかく感じる、ね、長いって感覚になります、うん、でかいっていうより。そうだね、スラッとやっぱしていいですね。これどれにするの。お、店長は、店長はこの子、こいつですか。選んだポイントとかありますか。素直で。じゃあ俺めちゃくちゃいい。じゃあ俺こっち。え、じゃあ俺これにしようか。いや、かけないやつ。ネグトン。早めに買った方がいいかもしれないです。まあ、店長おすすめとして。店長おすすめ。平岡さんおすすめ。まあ、俺はもう本当、うん、別のやつ選んだ。中村さんおすすめは何かありますか。これです。出た。虫神器。あ、これスーパーレアのやつ。これ買ったんですか。そうです。いや確かにこれ欲しいけどね、ちゃんと青やしな、そう、青やし、青やしって。関西風になったじゃあ、あの、いや、ちょ、これ、いや、でもこれ管轄外ですよね。ランバーの確かにな、ダイソーのやつですよね。すごい。おお、なんすか、
どうぞ。え、そんなことある？いやいや、まさかの、いきなり、いきなりのプレゼント。そんな感じである？制作者？うん。よ、やった。いただきました。ありがとうございます。まさかの。まさかの、角突破。代わりにあの、一番高いブルーアイズ。いや、ダメですよ、僕の遊戯王コレクションを。ここあげるわけにはいかないですけど。さあ、いただきました。これどっち？本当にいただきました。あ、どう？いいんですか、これ。どうぞ。お、ありがとう。本当にありがとうございます。ワプムラ副店長。すごい、いただきましたね。はい、まさかの。さあ、それ踏まえて。踏まえてか。踏まえるってどうやって踏まえるんですか？何ペアか。いや、これの恩を何ペアかで。まあ、ペア数は増えるわな。いや、でもやっぱ、まあ、そうか、うん、上限がある。今日はな、うん。ルールがあって。そうなんですよ。だから、やっぱもうこの店長がおすすめしてくれたので。店長おすすめペアの。はい、まあ、サイズ感はね、一緒ぐらいなんです、うん、で、かっこいいね。通学感もあるし。この子にします。うん、まあ、まだ休眠中って感じですか。まだ休眠中。もうちょっとして、うん、選ばれました。選びました。あとはお値段ですね。まあ多分足りるとは思うんですけど、14,445円ね。15,445円。そうですね、15,445円。はい、1000円ぐらい余るかもな。もし、もしかしたら1000円ぐらい余ったら。このカードが3万円な。いや、もうくれたんじゃなかったんかい。くれたんじゃなかった。高いし。これがカードショップとかで買いたいですよ、せめて。やり口がやっぱ、うん、店長からこう、やっぱ触ったら買わせるみたいなのがやっぱあるから。やっぱ店長に上り詰めようとしてるかもしれないですね。これもさすがに3万円ないね。あ、すごい。店長が引くの面白いな。店長が引くんだ。いや、でもこれでとりあえず会計で、はい、お願いします。はいはい、ありがとうございます。そう、これなかなかダイソーでも見ないんですよ。なんで今見ましたか。らしいですね。100円でカードゲームのやつが買えるっていうのが、すごいね。うん、すごい。そう、しかもいろんな昆虫あるんで。すごいよね。もう詩人記。詩人記。そう、なんか昆虫ブーム来てますよね。そう、まだね、コロコロが出してる、うん、カブトクワガタとか。おるこさん来ました。あ、袋お願いします。はい、結果的に14,301円。あと1,144円。いけるのか。1,140円いけるのか。さあ、もうちょっとなんかあるかな。なんかあるぞ。悩ましいけどね。悩ましいが余るんだ。余ったね。余るぐらい稼いだんですね、僕。すごいよ。すごい。あんないいの買って余るぐらい稼いで。あ、これとかね、ちょうど。あ、確かに。あ、めっちゃいいじゃん。こいつ、モモに。モモのプレゼント。モモクモモクツオ。あ、これにしようかな。しかもこれ、こう取り付けれるんで、カゴに。こう、ここで。いいね。そう、吊るさなくてもいけるんで。すごい。これにします。あ、いいね。あ、これ。溶けた？もしかして。いや、先の良かったぞって。あそこ3万3000円の方が税込み感出るから。ダメ出しまった。こちらも。あ、こちら、はい、これもすいません、追加で、はい、お、15,281円で。ほんと、これでほぼいくフィニッシュですね。じゃあこれでお願いします。ショート動画だけで。いや、すごいですね。こんななんか充実したお買い物ができる。本当に。これでお願いします、はい、あ、ポイント作ってもらってもいいですか。あ、中に。そうですね、ちょっと今日忘れちゃって。あるかな。あ、ごめんなさい、めっちゃありました。すいません、めちゃくちゃあったそうです。そろそろポイントカードも使わないと、はい、多分これ次回これで使ってもらうから。あ、あ、この分ちゃんと。すごいな、次回予約されてる。これ初めてじゃないぞ、この手法。やってるね。慣れてたもんな。出てるの早かったし。ポイントカードも1年有効って感じで。そろそろ50ポイント貯まったら1000円分になるんで。そろそろ切れそうだ。そうですね、だから次とかそれでお買い物もしたいですね。確かにね、うん、やった過去にもやったことあったもんな。あ、そうです、結構買えたんですよ、その時は。そのぐらい貯まってればね、ええ、いいですけどね。あ、そんだけ貢献したという証でもあるんで。確かに。リコちゃんな、リコちゃん、ありがとうございます。いやー、素晴らしい。いやー、いい買い物になりました。いいお買い物やね。プレゼントまでもらって。そう、いいカードでしたしね。詩人記レイヤーカード。これ100円の。これ100円で、100円で何枚入ってんですかね。へー、何枚か入っててみたいな。
これは中村さんが購入して当てたんですか。そうです。一発で当たりました。当たりました。え、あ、そうなの。めっちゃその中のレアカードみたいなやつ、はい、そうそうそう、はい。え、これ何枚ぐらい入ってました。パック。これ5枚です、ね、あ、500円ってすごいですね。安いね、今のカードゲームって結構値段するやん。確かにもう上がってきてますからね。これじゃ対戦とかできんやん。これ対戦できるらしいですよ。そう、さっきから何しましたか。胸に押し付けて付けようと吸収しようとしてる。いや、違いますよ。硬化させになるみたいなの。付けさせて、ごめんなさい、そこまで指定ではなかったんですけど。あ、でもありがとうございます。付けさせてくれた、せっかくなんでね、うん、はい。じゃあ、はい、ということでね、はい、やるのかい。付けろ。あ、あ、でも似合うか。似合わない。似合います。似合うとかないから。どうですか。すごいね、これがブランドになります。はい、似合ってますか、これ。似合ってます。まあまあ、言うしかない。言うしかないですね。はい、すいません、結果的に、ショート動画、はい、1ヶ月の収益で、はい、これだけお買い物できたんで、いや、素晴らしい。大満足でした。生態まで変えてね。いや、そうですね。うん、で、今後カードまで手に入れて。これはまあ、まあ、関係ないけどですね、はい、ショート動画の収益。まあまあ、はい、これもショート動画のおかげなんで。いや、違うでしょ。はい、そうですね、良かったです、はい。で、まあ、今後多分ナンバージャックもまたいろんな生態入荷する予定は多分ありますか、ね。はい、そうですね、今月末から来月の頭に、はい、楽しみですか。はい、生態もたくさん入る予定らしいんで、夏に向けてね、向けてですよ、どんどん盛り上がっていったら、はい。今年はちなみになんか今までと違う子が入るとかいう予定はないですか。まだ分かんないです、まあ、今のところはなくもないけど、まだ言えない。おお、なんだよ。ちょっとなんかティラノサウルス。ティラノサウルスないけど。あ、ちょっと楽しみな。なんか匂わせやな。まあ、匂わせですね。匂わせやな、今の。確かに、だからまあちょっと未定な部分はあるけども、ちょっとワクワクする入荷もまたあるかもしれないんで、期待しながら待ってください、はい。その時はまたそこをお邪魔します。ご連絡します。はい、あ、はい、ありがとうございます。ナンバージャックもいい、ね、リッキーブルーもね、ここで購入したわけですから、ね、ちょっと楽しみですね。いいですね。ぜひ皆さんも気になった方は概要欄からあのナンバージャックのツイッター飛べるようにしてるんで、そこから、飛んで、確認して遊びに来てみてください。お願いします。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。